ジョバンニ・バッティスタ・ガリーニは、イタリアの詩人、劇作家、外交官。グアリーニは、フェラーラで生まれ、若い頃をパドバとフェラーラで過ごした。1567年から15年間、フェラーラ公をアルフォンソ二世デステに仕えた後、一族の辞書であるビッラ・グアリーナに引退し、そこで代表作である、忠実な羊飼いを執筆した。このスタイルが宣伝された牧歌的悲劇は、 多くの言語に翻訳され、17世紀はとても人気があった。この作品は18世紀後半まで続く優雅かつ、勇壮な規則のパターンを定めた。娘のアンナ・ガリーニは、フェラーラ宮廷が誇る、女性3人組のビルトー大阪主集団、コンチェルト・デッレ・ドンネの一人だったが、1598年、夫と兄弟のジロー・ラモに殺された。ガリーニ以上に、 ルネサンス後期とバロック期の音楽史に影響力のあった詩人はいない。マドリガーレ作曲家たちは盛んにガリーニの詩に曲をつけた。トルクアートタッソでさえ、ガリーニに及ばなかった。多作で知られるマドリガーレ作曲家、フィリップ・デ・モンテは自分の曲集の題名に、ガリーニの作品にちなんだ忠実な羊飼いと名付けた。ガリーニの詩が人気があったのは、 ワードペインティングの可能性を持った豊かさと感情を音楽に容易に翻訳できるためだった。間取りレ作曲形だけでなく、18世紀のメタスタージオの時代までオペラの台本作家たちに多大な影響力を持っていた。エステや宮廷の前任者であった、達祖の深い趣と情緒がグアリーニーの作品には欠如しているように見える一方で、過度の情緒性が、 時代遅れになった時代に、まさに作曲向きだった。クラウディオ・モンテベルディ、五世のマドリガーレ第3週の、ああ、苦痛は、なんと大きいことかはその典型である。ありがとうございます。